はいどうもこんばんは、ミスチラー TV ですね。今日はね、2014年、6年前にファンクラブでね、行われた、ファンクラブ会員が最もライブで聴きたい曲っていうのを、まあファンクラブが募って、で、30位までがね、決まったんですよね。うん。これね、映画リフレクションのパンフレットです。これに載ってます。はい。30位までのこの、ライブのその投票結果がね。うん。で、すごいね、全く関係ないんだけど、見てこれ、雑誌なんだけど、見て。もう15位はね、ここにあるのに、15位。ほら、15位って書いてるじゃん。なのに、16位じゃなくて、ここ15位なんですよ。15位が2つあるっていうね。多分この16位なんだけど、多分ね、印刷ミスか、その、表記ミス、打ち間違いですよね、これね。はい。まあ、全く関係ないですけど。はい。そういう感じで、今日はこの30位までのファンクラブが、選んだ。まあ、ファンクラブの、ね、会員がね、どの程度のね、どの程度のものなのか、このね、日本一のミスチルファン、通称ミスチラーの脇地が、この、30位までの、ランキングをね、レビューしてやりたいと思いやーす。はい。という感じで、まあ、ランキング、まあ、これはね、こうやって、僕がホワイトボードに見やすいように、はい。冊子だとね、ちょっと、開いてみ、やりづらいんで、僕はもう、そのまま、これ映しました、これで。はい。という感じで、もうやっていきましょうか。はい。じゃあ、30位からいきましょうか。はい。もう、早速ね、シングル曲が入ってくるっていうね、まあ、このセンスの悪さはね、ちょっともう、ひどいもんですね。うん。いや、ギフトはね、まあでもね、うん、やったのは、まあ2014年じゃないですか、これが、ランキングつけたの、2014年だからライブでやったのは、まあ、この現時点だと、この時だと、週末のコンフィデンスソングスと、あと、まあ、スーパーマーケットファンタジーツアーじゃないですか。まあ結構、この時はまだ頻度的には少なかったのかもしれないですけど、ギフト、いやー、もうちょいね、なんか、こういうランキング、どうせだったらファンクラブに入ってるってことは、まあ、ガチ勢じゃないですか、言っても。うん、ガチ勢でもう本当にミスチルのチケット絶対当ててやる。ミスチルのチケット、ライブ絶対行ってやるっていう意気込みでファンクラブ入ってるわけじゃないですか。なんでシングル曲を、なんでだろう、入れるんかなって思って、なんでだろう。どうせだったら、そのシングル曲を除く、ライブでほとんどやらない曲でランキング立てっていう方が、もうこのガチ勢的にはめちゃめちゃ面白いランキングになったんですけど、なんかシングル曲なんで入れんねんって話なんですよ。うん。この名もなき歌とか。いや、名もなき歌とかさ、しょっちゅうライブでやってんじゃん。もう聞かなくてもいいじゃん、今更。うん。なんか、ここら辺が、君、本当にファンクラブ会員みたいな。本当にガチ勢みたいな。ちょっと、ね、疑問に思っちゃうんですけど。まあ、365日とか、まあ、ここら辺は本当になんか、うわーみたいな思うんですよ。これ入れちゃうのみたいな。これがランキングに入っちゃうのみたいな。まあ、用意ドンはすごくセンスがいい。こういう曲、そう。こういう曲が、入ってきてほしいんですよ。まあ、用意ドンっていうのは、4次元っていうね、4 Dimensions っていう、まあ、シングルなんだけど、扱いで言うとシングルなんだけど、まあ、未来、I Love You、ランニングハイ、あとこの用意ドンがね、入ってる、まあ、一応シングルって扱いなんですけど、まあ、4曲入ってる、シングルの曲で、まだね、アルバムに入ってないんですよね。うん。B サイドにも入らなかった。まあ、B サイドに入らなかったっていうのは、まあ、一応、用意ドンは、一応、4面シングルということで、一応シングル曲なんですよね、これね。だけど、ミクロにも入らなかったっすよね。うん、なんかすごいなんか、虐げられてる曲だと思うんですけど、大好きで僕。全然、ライブでも一応やってないし、うん。いや、本当に、こういう曲が入ってくるってのが、やっぱこのライブの、こういうランキングの、面白いところなのに、なんか、こういうメジャーな曲を入れるっていうのはちょっとね、センスが悪いっすね。はい。まあ、メインストリートへ行こうとか、もうここら、この2曲はね、割と、いいじゃん、みたいな。やっぱ、本当のファンがいるんだな、みたいな。本当のガチ勢がいるんだな、みたいな感じで思いましたし。まあ、マシンガンをぶっ放せも、まあ、あんまり、まあ、シングル曲だけど、一応ね、深海からのシングルカットの曲じゃないですか。だから、まあね、まあ許容できますね。シングル曲の中でも、まあ、許容はできる。名もなき歌とかが入ってくるよりはまだマシですね。はい。で、まあ、名もないというか、もういいよと。うん。なんでこれ選んだみたいな。うん。もう毎回ライブでやるやん、みたいな。ライブでやらない時の方が珍しいやん、みたいな感じの曲を入れてくるあたりが、多分これはね、最近入りたての、そのアルバムも聞いたことがないで、クソ、にわか野郎がね、多分ね、チョイスしたんでしょうね。でも結構いるんでしょうね。24位だから。このトップ30に入るってことは、まあね、まあ、ファンクラブ会員の中にも、まあ、大したことないにわか野郎がね、いるっていうことなんでしょうね。まあ、いいけど。飛べとかはね、まあ、センスがいいですよね。飛べはね、確かあれだよね、二次ツアーかな。ホールツアーでやったじゃないですか。僕行ってないし、その映像もフルで DVD 化されてないから、見れないですけど、確かその、光のアトリエ、なんちゃらで虹を描くのドキュメンタリー DVD に入ったじゃないですか。なんでまあ、うんうん。まあこの、2601、これはディスカバリーの曲じゃないですか。うん。
っていう曲なんだけど、はい、まあ、あのこういうなんか変にただ叫んでるだけじゃんって思うかもしれないですけど、いや本当に聴いたらこんな感じの曲なんですよ、はい、ディスカバリーの曲で、これもね確かディスカバリーツアーではやったらしいんですけど、あの収録はされなかったんですよね、 DVD で、そう、映像化で収録はされなかったんですよね、別テイクが収録されたからっつって、そうそう、だからまだ一度も映像化されてないし、ライブで演奏したところをが映像で収められてないんですよ。うん、だからこういう曲だよね、本当に映像化もされてなければ、そのなんかライブでほとんどやらねえみたいな曲のランキングだったらめちゃめちゃ面白いのに、もう全曲から募るから、もうシーソーゲームとか花火とか、もうここら辺とかさ、なんで投与、これ投与するのって、うん、もったいなくないみたいな、なんでこんなシングル曲、よくやるシングル曲をチョイスするんだろうね、いやほんと会費ね無駄じゃねって思うんですよね、うん、面白くもないし、うん、でサンライズはもうサンライズはいいよね、チョイスはめちゃめちゃいいと思います、うん、まあ、サンライズはあのね、スプリット・ザ・ディフェレンスっていうあの映画、そのなんかドキュメンタリーっていうかな、映画あったじゃないですか、2010年かな、あのセンスの前のあれで、あのそのなんかあのスタジオライブみたいな感じではやったけど、そのあの観客集めるライブでは一回もやったことなかったんですけど、まあ、この間ねそのアゲンスト・オール・グラビティツアーで初めて僕生で聞きましたけど、感動しましたね、うん、うお、サンライズ、え、しかもなんでこんなあのねアルバムツアーでやんのみたいな、うおーって言って、まあ、あのアゲンスト・オール・グラビティのサンライズはすごいチョイスがね、あのあさすがって思いましたね、うん、って感じで、まあここら辺はすごいチョイスがいいと思うんですけど、まあこの花火シーソーゲームに関してはもう何も言うことがないですね。なんでこれを選んだっていうだけ。うん。エニーは個人的に好きなんで、うん。で、あんまりライブでも特にやってないと思うんですよね。うん。なんで、まあ僕好きだし、ちょっとひいきしちゃうんですけど、まあこれはまあいいとして、まあできればね、シングル曲本当にやめてほしかったですね。まあキャンディーは、まあ、にわかが好きそうだし、あのアルバム曲ですよね。まあキャンディーとかシンプルとか、あそこら辺だよ。あそこら辺は、なんか、最近ミスチルを好きになり始めた人が、あの、なんか、俺、実は、あの、詳しいんだぜ、みたいな。全然詳しくないくせに。全然詳しくないくせに、詳しいぶる、やつに限って、キャンディーとか、シンプルとか、結構、あの、いや、好きです。キャンディー好きです。シンプル好きです。とかね。いうやつ、あの、ことは多いんですよ。うん。僕の経験則ですけど。いや、だから、キャンディー、いや、もうキャンディーね、I love you は好きなんだけど、だキャンディーとか、シンポーとか、あんまり好きじゃないんですよね。うん、ちょっと僕はあんまり響かなかったというか、僕はそれよりも靴紐とか、潜水とか、隔たりの方が僕好きっすね。うん、隔たりは確か乗ってないね。うん、だからチョイスセンスが悪いっすね。ファンクラブの分際で。いや、ファンクラブの分際、ファンクラブのくせに。はい。幸せのカテゴリー、グッド、グッド、最高。もうこれは本当に、ライブ映像で、あの、作品化されてないし、ライブでもほとんどやんないし、みたいな、もう大好きで、ボレロの曲の中でも本当にトップクラスで好きだし、僕が前にね、ライブでやってほしい曲ベスト5っていうのにも、選ばれました。もしご覧になってない方は、ぜひね、下の、僕のコメント欄の方に多分乗っかってると思うんで、ぜひ見てください。はい。で、パドルね。パドルもチョイスがいいと思いますね。うん、パドルも好きです。はい、ここら辺はいいですね。ほんと、アルバム曲から、選出して欲しかったですね。強がりとかもいいし、かなりいいし、こんな風にひどく蒸し暑い日ね。もうこういう曲だよ。こういう客じゃない。曲ばっかりで、このトップ30をね、やって欲しかった。ほんと。こんな風にひどく蒸し暑い日は、これはまあ、サインのね、カップリング曲で、まあ、B サイドにも収録されてますけど、いや、これはね、サンクスギビングのドーム公演、ドームセットリスト、スタジアムではやんなかったんですよ。うん、だけど、僕、ドーム公演、福岡ドーム行ったんですけど、やってくれたんですよね。あのね、もう今でも本当に鮮明に覚えてんだけど、あれだよ、1999年夏沖縄の次にやってくれたんですよ。で、MC で、まあ、結構全く曲調がっていうか、なんかテイスト違うじゃないですか。だからしんみりと、この1999年夏沖縄を歌った後に、なんか、次にちょっと軽く桜井さんが MC で、なんか、僕らこんなね、ふざけた曲もありますみたいな、まあ前の曲がしんみりしてたけど、なんか、いや僕はこういうね、曲も作れるんだぜ、みたいな。そう。多分この曲ができたのは、こんな風にひどく蒸し暑い日だったんですよ、みたいな感じで、MC やって、これやってくれた時は、感動でしたね。なんでこれを映像化しなかったのかと。絶対ドーム公演のセットリストの方が、もう神がかって僕は好きなんだけど、なんでこれを映像化せんかったね、と思って、本当にまあ生で見れてよかったんですけど、本当うわーって思いましたね。めっちゃ好きだし、本当にライブでやってほしい曲です。はい。
まあ、響きに関しては、ちょっと僕あんまり好きじゃないんで、うん。まあ、うん。飛ばします。クロスロードね。クロスロードですよ。本当にライブでも全然あんないし、2007年のホームインザフィールドツアーで半音下げのね、やつやって、まあ映像化されてますけど、そのサンクスギビングの、あれにも収録されなかったし、なんで君がいた夏やねみたいな。なんで君がいた夏収録して、クロスロード収録せんねみたいな。もう大好きで、クロスロード。もうシングル曲の中でも、もう本当に大好きなんだけど、なんでみたいな。まあクロスロードが、センスされるのはまあ無理がないですね。もう大好きだし、名曲だし、もう本当に。で、UFO だよね。チョイスいいね。まあ、ここら辺からちょっとなんか、そう UFO が入ってくるっていうのはちょっとなんか、割と、お、やるね、みたいな、思うんですけど、UFO、本当にライブでやってないですもんね。ワンダフルライブ、あったじゃないですか、一夜限りの、イッツ・ワンダフルワールドのライブ。でもやんなかったし、多分、一度もライブでやってない。ライブ映像も出てない。っていう感じの曲で、本当にこういう曲だよね、本当にね。で、乾いたキス、まあこれはチョイスがいいですね、僕も大好きなんで。オーバーとね、オーバーはできればそのバンドサウンドで聞きたい。で、ヘブンリーキス、これもね、チョイスはいいと思います。うん、で、上にできたり、はい、シンプル、なんでこれを選ぶの、マジで。いや、これさ、ライブでしょっちゅうやるじゃん。どんだけ聞きたいのと思って、俺全然聞きたくないんだけど、うん、長いし。臭いし帰りたいしみたいな、うん、なんで終わりなき旅やねんともう思いましたね、うん、もうふざけんなと思って、うん、でシンプル、うん、で旅人アイルビー、アイルビーはねこれね、そのリフレクション、このリフレクションの映画の時の口笛の前にやった MC で、両方入ってるらしいですね。このアルバムバージョンもこの大文字表記の方のこのシングルバージョンの方も両方合算して2位らしいですね、うん、まあ僕は断然ね、もうシングルバージョンの方が聞きたいし、シングルバージョンしかね、はまだ本当にライブでほとんどやってないから、うん、聞きたいけど。で、まあ、口笛ね。まあ、1位口笛は納得です。うん。まあ、正直言うと、まあ、本当シングル曲は入れてほしくなかったけど、まあ、口笛が1位、まあ、終わりなき旅が1位になるよりは、全然、理解ができます。うん。まあ、僕も一番好きな曲だし、やっぱりこの、口笛とヘブンリーキスが、ここにあるってのがやっぱいいですよね。やっぱ最高のシングル曲で、最高のカップリング曲っていうのが、まあ、このね、ランキングからでもね、もう見えると思うんだけど、はい、という感じで、いやー、まあ、なかなかですね、うんうんうん、なんか、らしいっちゃらしいですね。まあ、総合的に考えると。なんか、にわかの、ガチ、コアなファンも、なんか両方結構いろんなファンクラブ会員がいるんだなっていうのが、まあ、垣間見えると言いますか。うん。いやー、という感じです。はい。今日はこういう企画でした。うん。まあ、多分これ売ってんのかな？僕これ、まあ今持ってますけど、うん、確かこれ売ってんのかな？うん。今売ってるかどうかは多分わからないんですけど、調べてください。ツアーリフレクション、ツアーじゃない、リフレクションの、映画のパンフレットです。これに、そのランキングがね、載ってますんで。うん、ぜひね、まあ、持ってる方はね、まあ、改めて見るのもいいと思いますし、まあ、持ってない方はぜひね、この今日書いたこれを、まあ、参照してください、はい、まあ、スクショタイムですよ、はい、スクショタイム、はい、という感じです、はい、今日は以上です、はい、いかがでしたでしょうか、はい、まあね、僕はもうガチファンなんで、もう本当に、まあ、そのなんかにわかくせえみたいな、なんかランキングを見るの全然面白いと思わないんで、うん、という感じです、はい、今日は以上になりますんで、はい。今日の動画が面白いと思った方は、ぜひね、高評価、チャンネル登録、お願いします。はい。Twitter、Instagram もやってますんで、お願いします。で、自分自身もミュージシャンやってます。はい。4枚目、剣軍サボタージュ、シングル曲出ましたんで、お願いします。はい。以上です。サボタージュ、授業は受けぬが部活には顔を出す。サボタージュ、昼夜が逆転、朝寝て夜起きる。サボタージュ教師の呼び出し関与俺知らぬサボタージュ自由っていい感じ。